明星食品懐かし屋ソース焼きそば、揚げ麺に液体ソースと火薬がついています。麺は細く柔らかめで気泡感が強く軽い麺質です。量は結構多いです。ソースは甘めで、ふりかけの中に紅生姜が入っていることもあり、酸味も感じます。液体ソースのためとんがった刺激がなく落ち着いた印象です。旨味は抑制的です。ただ全体的に平板で深みを感じられません。この点で若干物足りなさを感じます。キャベツの量は普通で肉は入っていません。ふりかけはもっと香ばしさが欲しいです。良くも悪くも印象に残る部分が少ない匿名的な製品だという印象を受けました。